ダバダテラダバダテテラダバダテラダバダテラテラ文化放送おはようテラチュン。時刻7時49分です。おはようテラちゃん。この時間からコメンテーターは元海上自衛隊海将で金沢工業大学虎ノ門大学院教授伊藤俊幸さんです。伊藤さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。やはり今日も30度までは行くと言っても、今朝も少し気温は高めでしたけれども、やはり秋は少しずつ近づいてるって感じがしますね。爽やかな。そうですね。あ、そうだ、爽やかですもんね、はい、空も高くなってきてね、日本普通ベタベタしますからね、夏は。そうですよね。まあそこから解放されただけでも良しとしなきゃいけませんよね。はい。さて、今日本はですね、自民党総裁選、これで持ちきりです。29日投開票に迫ってきました自民党総裁選挙に向けて、共同通信社、候補者の支持動向というのを党の都道府県連の幹事長47人に尋ねました、アンケートをまとめたんですね。そして16人が岸田前政調会長を支持すると回答、5人が河野行政改革担当大臣、3人が高市前総務大臣を支持しました。野田幹事長代行をした人はいませんでした。これまで党員にですね、人気がある河野氏が優位と見られていたんですが、都道府県連の幹事長へのアンケートでは岸田氏がトップでした。この結果なんですけれども、伊藤さん、これどう受け止めますか。まあ、政策論争というか、4人がずっと出ていろいろ喋られますから、はい、いろいろ見えてきたんじゃないですか、何が現実性があるか、そうじゃないのかと、口先だけかなとかですね。これ本当にね実現できるのかとか、ちょっと違うんじゃないかとかね、はい、そういう意味では、私が聞いてても、はい、岸田さんの方が一番現実味のあることを言ってるなとは思いますよね、と、幹事長レベルはそういうことじゃないですか、ね、そういうことなんですね、はい。ただこれね、幹事長レベルはこうだとしても、この党員票というのが382ありますからね、これまた違うということなんですね、はい、これがどういう数字が出てくると、はい。そして総裁選でですね、岸田氏はミサイル防衛能力の強化、あと海上保安庁の能力強化、人権問題担当官の新設、こういったものを盛り込んだ外交安全保障政策を発表しています。周辺環境の変化などに対応するとして防衛予算の増額も示唆しています。中国に対抗する姿勢を鮮明にした岸田氏の安全保障政策、これはどうでしょうか。対抗する姿勢を鮮明というか、はい、ずっとここ数年のですね、安倍政権以来の、もう踏襲ということで、これも現実味のある、そうですね、同じにやっていきますよ、と、やめますとかじゃないわけでしょ。あ、そうですね。その方がみんなびっくりしますよね。ってなりますけどね。そうじゃなくて、これまでを踏襲していくということですね、はい。で、一方ですね、都道府県連の幹事長で野田幹事長代行をした人はいませんでした。その野田さんはですね、昨日のインターネット番組で総裁選で誰が勝つかを聞かれ、私以外の誰かと自虐的に答えたと。他の3人の候補者がですね、支持拡大に向けた動き加速する中、出遅れによって苦戦しているとみられ、野田陣営からはですね、正直すぎるという声も漏れています。野田さんのこの自虐ネタとも指摘されている発言ですけれども、これは伊藤さんどうですか。野田さんらしいネタじゃないですか。野田さんらしい、はい、結構面白い人なんですよ。あ、野田さん、はい、もうよくご存知。 よくじゃないですけど、いろんな場でご挨拶するけど、普通に笑い取りに行ったりとか、そういう人ですからね、じゃあそういう感覚でも含めて、インターネットだから。あ、そうなんです、ね、インターネットでついついボソッと本人ちゃうんですよね。でもこうやって大っぴらになっちゃうんですけどね、本当は戦ってるんだから言っちゃダメですよね。そうですよね、本当ですよね。ちょっと支援者たまんないですよね、推薦人せっかく20人集めたのに、その人たちどうするんですか。じゃあ俺とか私、これじゃあ何のために入れたのって、ついポロッと言っちゃったんですよ、ね、そういうことなんですね、はい。確かにこうやって受けたことは受けたんですけどね、絶対受けたでしょうからね、そうですね、正直すぎるという声も漏れたということなんですね。です、確かにそうだ、推薦人のことを考えればなかなか言える言葉では、ただインターネットでみんな油断するんですよ。そうなんですね、私もやっててそう思うときあります。そうですか。ポロッとこう、本来だったらこのね、テレビだとかラジオで絶対言わないことを、ポロッと言ってくださいよ。危ないんですよ。そうですか。非常に脇が甘くなる。あ、そういうものなんですね。はい。はい。
続いて読売新聞です。自民党総裁選挙に立候補している河野規制改革担当大臣、岸田前政調会長、高市前総務大臣、野田幹事長代行、昨日党主催のオンライン討論会に臨み、新型コロナウイルス対策でロックダウン、都市封鎖を可能にする法整備を行うべきかどうかなどについて論戦を交わしました。河野氏は念のための法改正はしっかり検討していく必要があると主張し、ロックダウンをした場合、速やかに必要に応じた額の給付金、これを支払う考えを示しました。高市氏も新たな変異株などに備えて法律を作っておく必要があると述べました。これに対して岸田氏は、欧米などが行っている罰則付きのロックダウンは日本には適していないと指摘しつつ、人流抑制のために必要な法改正は考えていきたいと語りました。野田氏はロックダウンに関する質問には回答せず、早期発見早期治療をしっかりやることで重症化を止めたい、こういうふうに強調し、サブホスピタル、臨時病院の整備、これを訴えています。このロックダウンめぐる4人の候補の主張ですが、伊藤さん、これはどうご覧になりますか。私はこれ外国見てわかる通りですね、初動なんですよね、はい、初動にやるべきことがこのロックダウンで、そこが効果あるんですけど、その後同じようにやっても、本当に出て効果ないじゃないですか、欧米も含めて、はい、だから2の手3の手でやるものじゃないと思うんですよ、はい、だから今の段階で日本がこれを採用するかと言われると、今じゃないんだと思うんですね、はい、ただまた10年後かなんかまたこれが来た場合、こういうのが来た場合にバーンと止めるというのは私は絶対必要だと思うので、そういう意味で法整備はする必要があると思います、はいはい、そうか、じゃあ法整備は必要だということなわけですね、初動全力なんですよ。そうなんですね、はい、そのためのものですから、ロックダウンって。だから、それが少し経ってからやったってもう遅いんですよ。そうですね、はいはい、言ってしまう、そうだ、だって、究極は誰にも会わなければそうです、ウイルスにかかる、感染することはないんですもんね、はいはいはい、それは日本の緊急事態宣言の最初は結構本当にロックダウンになってるわけですよ、はい、実際に人いなかったですよね、実際そう、確かに、だからできてたんですよ、あれ、はい、だからある程度これで収まってるんですよ、はい、となるとその岸田さんの言われそういうことなんです、そういうことですね、現実なんですね、はいはいはい、振り返ってみてこの1年半ぐらいを、はいはい、ちゃんとやったじゃないの、はい、で欧米並みのロックダウンが現実に起きたんですよ、日本は、だけど、理論的に言えば本来は作っておくべき、はい、そうなんですね、はい、やっぱり作って おいくに越したことはないですものね、はいはいはい、さあ、そして続いては毎日新聞ですが、日米韓の外務大臣会合です、国連総会が開かれているアメリカニューヨークでおよそ1時間会談したと、核ミサイル開発を続ける北朝鮮に対して核抑止を強化するための日米韓の協力をさらに進める方針で一致したとしています。茂木外務大臣は、北朝鮮による最近の核ミサイル活動は日本地域国際社会の平和と安全を脅かすものだと表明しました。この北朝鮮に対する抑止力を強化する日米韓の協力をさらに進める方針だということなんですが、これいかがでしょうか。当然の枠組みですね、はい、北朝鮮に対するのはいつまり日米韓で一緒になって一枚岩で、はい、君のやってるのは間違ってるよというのをこういろんな行動で示す、言い続けるということに他ならないですから、これはもうその通りをやられていると思いますね、はい、おそらくでもこの国民の中にはですね、全然なんか効果ないよねっていうふうにこう見る方もいると思うんですけども、でもやり続けるしかない、はいはいはい、だからもう一点突破できてるんですよ北朝鮮は、はい、本来はもっと自分の軍隊、通常兵器とかも強めなきゃいけないんだけど、そこに、ね、ミサイルが核、はい、これにも特化しちゃってるわけですよね、はい、とそれは半分以上はやはりアメリカさん来てくださいという感じだと思いますからね。そうなんですね、はい、間もなく8時です。8時になりました。9月24日金曜日8時になりました。
おはようございます、寺島直政です。外が眩しくなってきてますね、気温も夏日を超えて 25.5 度です。北寄りの風が 4.7 メートル吹いてます。今日の関東地方も日中晴れるところが多く残暑続くでしょう。最高気温は29度から30度くらいですね。都心2日連続の真夏日となりそうです。ただ夕方からは気圧の谷が南下してきて北部から次第に雲が広がる見込みです。夜はところどころにわか雨があるでしょう。明日は雲が多くところどころで弱い雨が降るでしょう。明日は残暑も収まる予想です。東京地方今日は晴れのち曇り、明日は曇り、濃霧注意報が千葉県と栃木県に出ています。今朝のコメンテーターは元海上自衛隊海将で金沢工業大学虎ノ門大学大学院教授伊藤俊幸さんです。先ほど8時の前にですね、北朝鮮日米韓の、外相が1時間ほどニューヨークで会談をしたというニュースをお伝えしましたけれども、その北朝鮮ですね、これ産経新聞です。北朝鮮の朝鮮中央通信、23日陸上自衛隊が今月15日から始めた10万人規模の演習を侵略遂行能力の習熟が目的だと分析し批判する論評を伝えました。日本で2022年度の防衛費が GDP の 1% を上回る可能性があることや敵基地攻撃能力の保有論、これが出ていることに警戒感を示した形です。陸上自衛隊の演習史上最大規模だと指摘し、海上自衛隊の護衛艦の中東派遣とともに侵略の準備だと主張しました。こうした動きは第二の真珠湾攻撃を試みる危険な動きだと非難したということなんですね。北朝鮮がこの自衛隊の演習を批判した、これは伊藤さんどう、理解すればよろしいんでしょう。今時このよく的外れな的外れですかよくもまあ、よくもまあ、こんなに違ってみたいなことですか。元は日本の報道から引っ張ってるんでしょうから、はい、はだからまあ、いいじゃないですか好きに言わせとけば、まあまあそういうことですね、はいはいはい。でもまあ敏感になってるってことなんでしょうね。まだ周りの状況をよく見てるってことでしょうね、はあはあ。ただ基本的に自分でいろんなものを探知する能力がないんで、はい、報道からなんですよ。はあ、一時期日本の例えば三沢で準備してるとかですね、2017のミサイル飛びまくった時なんか、アメリカが準備してるとかっていうのも、あれわざと日本から報道しないと気づかないからですよ、はい、そうなんですか。そう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 、そういうレベルなんですよ。だから航空機が近づいていっても掴む能力ないから、はい、だからアメリカも抑止のこう見せ方ができないですね、はい、結局だから報道されせ国内日本やアメリカが報道すると、それで初めて知るわけです。そうなんですね、はいはい、逆にだから こちら側もある程度示さないとってことなんですね。そうです。皆さんが報道してもらうことが北朝鮮に伝えることになる。あ、そういうことになるんですねそれは初めて知りました。はい、さて続いては日経新聞です。政府は自衛隊が運営する新型コロナウイルスワクチンの大規模接種センターの対象年齢を現行の18歳以上から16歳以上に引き下げます。10月から東京と大阪の会場で16歳から18歳が優先接種できる特別枠をそれぞれ1日数百人分設けます。感染力が強いデルタ株の感染拡大で10代の感染者が増えてきた状況、これに対応すると。今感染拡大が収まりつつありますが、収まっている時に、先手を打ってこのような対策を進めるというのが大事だという指摘もありますが、伊藤さんこのあたりはいかがですか。そうですね、今も若い人たちも移るということで、かつ重症化もゼロじゃないわけですよね、はい、だからもうどんどんこういうことは当然の動きですね。当然ですか、はいはい。さてそして海外を見るとですね、アメリカです。アメリカ食品医薬品局 FDA は22日ファイザー製の新型コロナウイルスワクチンの3回目のブースター接種追加接種について65歳以上や重症化リスクの高い人を対象に承認すると発表しました。
他にも教師、スーパーや介護施設の従業員など感染リスクの高い職に就く人の追加接種が認められたということです。時間の経過とともにワクチンの予防効果が低下するとして対象者への追加接種利益がこのリスクを上回ると判断しました。で追加接種が認められるのは2回目を接種してから少なくとも6ヶ月後、16歳以上65歳未満の追加接種、これについては承認を見送っています。3回目の接種ブースターですね、日本では医療従事者は年内から、高齢者は年明けからそれぞれ開始する見通しです。伊藤さん、この3回目の接種、これはどういうふうにお考えでしょう。このまさに医療関係者や高齢者ですよね、はい、これが今世界の3回目の意味ということが一応結論付けられてきてるということですよね、はい、だからその全員がやる必要はなくて2回で基本的な免疫ができると、はい、ただそれ以上にこれ重症化を抑えるリスクの方を主にしてうつるよりも人にうつすというよりも重症化しないためのものだということであると、まあ、そのお医者さんだとか、はい、高齢者の方には打っとく必要があるという意味で3回目をやると、はい、重症化させないためなんですよ、だからお医者さんも重症化してもらっちゃえば大変なことになるから、困っちゃうんですからね、はい、だという意味で、この理解はすべきだなと思います。そうなんですね、はい、まあ、海外見てもね、まあ、イスラエルも進んでいると言われるイスラエルもイギリスももう3回目の接種で、そしてアメリカもということを、だ全員じゃないんですよ、何でもかんでも全員やればいいんじゃなくて、その特定の重症化リスクのある人たちを、があると大変なことの人にやりましょうと、いうことに絞ってやりましょうということだと思います、とこれがだから今伊藤さんおっしゃったみたいに全員になるかというとそれはないと思います。ないと思う、お医者さんが全部否定しますもん、これ。あ、そういうことですね、2回で基本的にできてるんですよ、で1年後にもう1回打たないかもしれません、はい、そんなこと言っていつまでずっと打ち続けるんでしょ。あのインフルエンザのね、インフルエンザだと1年に1回じゃないですか、でもなる人はなるでしょ、なります、同じなんですよ、はい、だそういう意味ではトントントンと見つつのは重症化リスクのある人、あるいはお医者さんっていうことなんだと思います。そうなんですね、でもこれ日本だとこれ打っておいた方がいいんじゃないかしらっていう人増えますよね。すぐそうやってね、100ゼロの話になるでしょ、それじゃいけないですよ、それは、もっと医学的に考えてもらいます。考えなきゃダメだってことなんですね、はい、今朝もあなたの周りの情報を教えてください。メールはテラアットマーク JOQR.net、 ツイッターはハッシュタグおはようテラちゃんでつぶやいてください。たくさんのメールつぶやきお待ちしています。時刻8時7分です。文化放送おはようテラちゃん、今朝も9時までお送りしていきます。時刻8時13分になるところです。今朝のコメンテーターは元海上自衛隊海将、金沢工業大学虎ノ門大学院教授伊藤俊幸さんです。ニュースピックアップ、今度はこちら。日経新聞、総裁選議員の動向読みにくく。自民党総裁選挙1回目の投票でどの候補も過半数に届かず決選投票になるという見方が強まってきました。過去の決選投票の4つの例のうち2回で逆転があったものの、党員党友票が導入されてから与党として決選投票を迎えた前例はありません。各陣営議員の投票行動読み切れない要因となっています。調査で人気の高い河野氏を支持する議員は1回目で過半数を取るには党員票で6割取らないといけない、それは厳しいかもしれないと語り、決選投票になる可能性があるとしています。この国民人気の高いとも言われる河野氏についてですけれども、これ伊藤さんはどういうふうに評価されますか。まあ、発信力もあるしですね、いいとは思うんですけど、今回いろいろ話をお話を聞いてると、本当に現実できるのっていうような感じがちょっとしますよね、ただまあ聞こえればいいから、党員党友は入れるんでしょうけどね、で総裁選では河野行革担当大臣、基礎年金の財源全額消費税とする最低保障年金、これを掲げたことで年金改革、これが争点に浮上しました。で河野氏の主張を実現するには大幅な増税が必要とみられています。で財源に関して具体的な説明はなく、岸田前政調会長、高市前総務大臣、野田幹事長代行の3候補は懐疑的な姿勢を示していると。まあ、この基礎年金の財源を全額消費税とするという、この案なんですが、これについては伊藤さんいかがですか。
まあ、日本では無理でしょうね。あ、はい、もうこの消費税の税率ちょっと上げるだけでも政権飛びますからね、はい、そうですね、ここまでかけますかと、で河野さん政権かけてやりますかって話でしょ、はい、ちょっと現実味がないんですよ。そうですね、で、はい、これ私も正直一番がっかりしたんですよ。あ、そうです、これ言うかと、はい、これでみんなグッと、あれと思ったんですね。そうですね、河野さんに対して、まあ、過去このね消費税上げた時って見ると、はい、やっぱり経済は冷え込みますからね。そうです、そうです、私も外国からすれば、もう当たり前高いんですよ、だけど日本人もこれが当たり前になってて、全て考えるんで、ちょっと上げるだけでも大きなインパクトありますからね。そうですね、はい、で一方ですね、米中対立が激化する中、総裁選ではアメリカとの安全保障協力の強化、これを訴える候補も目立ちます。対中政策について河野氏と岸田氏はアメリカと連携しながら毅然とした対応を取りつつ対話も必要としています。まあ、野田氏は対話重視を鮮明にしています。高市氏は抑止力としてアメリカ軍の中距離ミサイルを国内に配備するべき、まあ、こういうふうに訴えています。アメリカとのこの協力強化とか、あと敵基地攻撃能力の保有ですよね、こういう話も出てきてますけれども、これ伊藤さんいかがですか。まあ、だからどちらも強化も当たり前の話です。当たり前の話、はい、であと敵基地攻撃能力は、これいい加減に話はいつも戻るんですけど、これミサイル阻止能力ですから。ミサイル阻止能力、はいはい、もうこの言葉使ってないんですよ、政府は一切、はい、でマスコミがこれ使うんです、また、いつまで経って戻すから、はい、いい加減にやめた方がいいなと思います。そうなんですね、はい、飛んでくるミサイルを防御するだけじゃダメでしょと、はい、根元叩かなきゃと、これ以外でない以上でも以下でもないんですよ、はい、日本考えてるのは、それなんか敵基地攻撃能力とか言ってね、はい、なんでこうおどろおどろしくして喜んでるのかなっていうのが、これだからじゃあなんでね、それこそ今伊藤さんおっしゃったみたいに、はい、もうこれミサイル阻止能力って言ってんのに、はい、なんでこの古いの使うんだろう、はい、その方がインパクトがあるからってことですかね、はい、なぜかメディアがある。あ、そうなんですね、はいはいはい、自民党絶対使わないですもん、はい、使ってないですよ、日本政府も使ってないですもん。あ、そうです、ね、ミサイル阻止能力、ミサイル阻止能力、はい、これが、まあ、クールに考えた時にはこうだっていう当たり前の話じゃないかって話ですけどね。そうなんですね、はい、続いてはこちらです。読売新聞、中国念頭衛星データ共有、日本とアメリカ、オーストラリア、インド4カ国の枠組みクアッドが24日ワシントンで行う首脳会談、宇宙やサイバー分野の協力で合意する見通しとなりました。衛星データ共有しサイバー担当の交換による協議を創設します。でこの覇権的な動きを強めている中国を念頭に4カ国の連携強化のこの新たな成果として打ち出します。協力案件の目玉は衛星データの共有、気候変動対策、これを目的に地球観測の衛星で収集した画像などを4カ国で共有し、気候変動のリスクの分析、インド太平洋地域での災害の予測などに役立てる狙いがあります。また海洋データを集約して不審船探知などにつなげる海洋状況把握、この能力4カ国で強化する方針も盛り込みました。衛星などを活用してこの協力を積み重ね、将来的には中国の海洋進出の監視につながる狙い、これも透けて見えます。日本とアメリカ、オーストラリア、インドの4カ国が中国念頭にこの衛星データの共有をするということ、これ伊藤さんいかがですか。これもすぐこうおどろおどろしくやりますけど、これもおどろおどろしい、はい、これ要するに経済安全保障なんですよ、クアッド、このクアッド、はい、だの後でやるでしょうけど、オーカスは軍事同盟なんです、はい、意味が違うんですね、だから経済安全保障の枠なんですこれ。だから経済的にどうこの4カ国が協力して、要するにそこの部分も中国に押されてるから、そこをどう対抗するかという枠組みですから、もう普通にサクサクと民間協力ってことですよ、これ、民とかそういう能力でやればいいということだと思います、ね、まあ、そこからこうちょっとはいかないんですか。あんまり使えないですよ。あ、使えないんですか。これとは別に軍事でやらないと。あ、そうですか。本当に使うなら、あ、その延長線上でいけるのかと思ってまた、そうじゃないんですね、そんな簡単なもんじゃないです。そうなんですね、はいはい、でこの重要なインフラを対象にサイバー防御の協力を強化することも掲げています。で中国企業の情報管理に懸念が高まっている高速大容量通信規格 5G、 これを念頭に安心で信頼できるデジタルインフラの促進、これも記しました。中国政府がハッカー集団を雇ってアメリカなどにサイバー攻撃を行っている実態、これが明らかとなっています。サイバー対策、これはどうでしょう。
これはだから本当民も軍もどちらも必要ですよね、はい、で特にこれはおそらく民の方ですよ。民の方なんですね、はいはい、民間の方あるいは政府ですよね、はい、政府レベルをここで守るというのは当然あるんだと思います。でただこれと同じように軍も守らなきゃいけないから、そっちの技術というのはさらにもっと高度なものを別にあるという関係だと思いますね、はい、で宇宙ですね、宇宙開発をめぐっては月面の探査などで米中の覇権争いが激化しています。でアメリカは宇宙の秩序づくりを主導したいという考えなんですが、その宇宙空間の重要性です。これはどうですか伊藤さん。これも同じですよね。だからまずは、まあ、おっしゃる通り軍民の境目は確かに微妙なんですけど、ただまず民の方からしっかりとやろうと、例えばロシアの宇宙飛行士とも仲良くやるじゃないですか。そうですね、だからそういうことだと思いますけどね。そうなんですね、はい、まあ、国際宇宙ステーションにね、はい、何で行くかですね、はい、ロシアの、はいはい、これも世界でみんなで守らなきゃいけないものある、はい、ところがあるんで、そこは一緒に協力しましょうってことです、はい、その境目は難しいけどでもやっぱり違うってことなんですね、はいはいはい、軍とやっぱりインドが入ってるのはそういう意味なんですよ。はあはあ、インドでどっちにもついてるでしょ。そうです、別に軍事同盟には絶対入らないんですよ、はい、だから中国も見てる、ロシアにも入る、上海機構にも入ってる、インドがここに入ってる意味は、そこなんですよ、はい、もっと民の、はあはあ、スタンスなんですね、はい、まあ、そういう意味ではね、インドっていうのはもともとどことも組みませんよというイズムですよね、はい、で全部に入ってるでしょ。そうなんですね、はい、そこからも分かるということなんですね、はいはいはい、続いてはこちら、毎日新聞、安保理常任理事国協議、包括的な政府がアフガンに必要。国連安全保障理事会の常任理事国の外務大臣は22日、アフガニスタン情勢についてアメリカ・ニューヨークのこの国連本部で協議をしまして、多様な民族や女性らも参加する包括的な政府の必要性確認しました。要求が満たされない限り、アフガニスタンの実権を掌握したタリバンが求める経済支援や国際的な承認は難しいとの意思を改めて示した形です。で会合に出席した国連のグテレス事務総長、女性や少女の権利が尊重され、テロの聖域にならず、麻薬対策が取られ、国民のすべての層を代表する包括的な政府が存在するアフガニスタンを皆望んでいると述べました。タリバン21日にも閣僚らを追加で発表しましたが、女性の入閣はありません。女性の就労禁止も報告されています。タリバンが包括的な政府を作る可能性なんですけれども、これどうなんでしょう。低いですよね。低いでしょうね。だからその我々からしたら何やってんだこの国だと思うけど、この人たちは そもそも軸になる考え方が我々全く違うわけですよ、はい、だからその人たちに外から成功性と言っても、そうはなかなか難しいですよ ね、 そうですね。これがずっと大国がみんな失敗してきて ね、そうです、はい、だ20年前にはね、はい、今度こそうまくいくのかと思ったら、はい、アメリカもダメだったんですよね。 その前ロシアもソ連もダメですよね。古くはアレキサンダー大王とかも失敗してるわけですからね。そうなんだ。無理なんですよ、はい、外国が手を入れても、はい、できない。根本的なもうものの考え方、価値観も違う。そうなんですね。はい、そうですね。もう違う土俵で相撲取るようなもんですから、はい、無理なんですよね。そうですね。残念ですけど、国連安保理の常任理事国の外相会議でアメリカのブリンケン国務長官、人権やテロ対策に向けて中国やロシアとのこの連携を探りましたが、両国との隔たりは依然として大きいと日経新聞は伝えています。ブリンケン氏、外国人やアフガニスタン人の移動の自由をタリバンが保障して実行すべきと主張し、人権の尊重を訴えました。一方、中国、ロシアはタリバンとの対話に前向きで、国際社会は一枚岩ではないということですね。まあ、国際社会も一枚岩には慣れていないということですもんね。今言ったようにも無理だよと思うと、はい、何とかしたいよというのをこう攻め合いですよね。それで分かれているということですね、はいはい。さあ、それではここからはですね、伊藤さんにこのテーマで話を聞きます。安全保障の新たな枠組み、オーカスをめぐってフランスが猛反発。
アメリカ、イギリス、オーストラリアによる新しい安全保障の枠組み、オーカスの創設に伴って、オーストラリアがフランスとの潜水艦の共同開発計画を破棄した問題。フランスはアメリカとオーストラリアに駐在する両フランス大使を召喚する前例のない対応を取るなど猛反発をしていました。まあ、ただ直近の情報によりますと、これバイデン大統領とそしてフランス大統領がですね、マクロン大統領が電話会談を行って、この召喚していた大使をですね、また戻すと、こういうふうにするというふうに発言をしたというのも入ってきております。で、オーカスはですね、原子力潜水艦を含む先端技術分野でアメリカ、イギリス、オーストラリアの協力を進めるもので、中国の脅威に対処する力を強化する狙いがあります。で、この枠組みの発足に伴ってフランスがオーストラリアから受注していた400億ドルの潜水艦の建造計画が一方的に破棄される形となりました。まあ、これでフランスが猛反発ということなんですが、この事態、伊藤さんどうご覧になってますか？これはフランスが悪いんですよ、もともと。フランスが悪い？フランスの軍需産業が。はあ、はあ、ひどいんですよ。ひどいんですね。はいはい、ええ。私も最初、オーストラリアというの潜水艦あったじゃないですか、はい、あれ私最初に言われたんですよ、実は現役の時。オーストラリアから、から、はい、ちょうど校長の頃で、はい、ちょっとたまたま行ってですね、行ったら呼ばれて、はい、困ってんだけど助けてくれないみたいな。潜水艦ちょっとないんだけど、はい、あるんですけど、あるんだ、はい、技術協力してほしいって話だったんですよ。古くなっちゃった。もともとダメなんですよ。ああ、そうなんです。操船上のレベルが、オーストラリア自体も、でそれダメだったんで手伝ってくれっていうところが始まったんですけど、それから半年後ぐらいに、安倍総理と当時の、総理が首相が仲良かったんで、はい、いきなりじゃあ一緒に潜水艦作るみたいになっちゃったじゃないですか。あそこから話がガラガラって変わったんですよ。トップ会談ってやっぱり大きく動くんですね。そうですね、いきなり決めちゃったんですよ。私も聞いててびっくりしたんですけどね、技術協力がいつから作る話になったのと、はい、でそれで、言ってるうちにでも知らないで競争になってしまい、はい、でやったんですけど、はい、向こうはその主張が変わってしまって、日本最初から排除でフランスに、はい、でこれフランスは裏で企業とベタベタの関係やってて、雇用確保するからとかですね、はい、その日本で作るというのに一番反発したのは、オーストラリアの最初造船の上なんですよ、はい、あ、日本で作るから自分たち、はい、ゼロなんでしょ、役目ないし、我々どうするんだって話で、はい、そこから揉めたんですよ。だから、そこが元にある、だからフランスが悪い最初から。あ、そうなんですね、はい、だからちゃんとマクロン大統領も謝ってるんですよ、はい、実はオーストラリアの首相に。あ、そうなんですか。 G7 のやったじゃないですか、6月に、はい、あの時首脳会談やってるんですよ、この時言ってるんですよ。何か話によると納期は遅れるわ、そう、ね、あとなんか値段をふっかけてきたとか、むちゃくちゃなんですよ、あ、そうなんですね、はい、あ、それでマクロン大統領が謝ってた、なんとかするって言ってるんですよ。あ、そこで言ったんですね、はいはい、6月の中でだからオーストラリアとしてはもう伝えたと思ってるんですね。はあ、はあ、はい、もうその文句言った時に、はい、もう5年経ってるんですよ。5年経ってんですね。5年経ったのに、今更のようにモデルチェンジを言ってきたり、はい、で着手してないんですよまず、はあ、お金もさらに追加請求してるし、でも全く着手もしてないんですよ5年経って、はあ、ないんですよ今。全くないんですか。2016年ですからね、あれから5年ですよ、はい、だからもうええかげにせっていうのが元々ありましたので、そうなんですね。で、このオーストラリアとフランスの潜水艦建造計画の総額が、日本追加の費用も含めて日本円で7兆円余りに上るというふうにも言われていてですね、そして、フランスでは正規の契約と呼ばれて言われていたと。だけど今伊藤さんの話聞きゃ、まあ、そりゃしょうがないなっていう、はいはい、むちゃくちゃなんですよ状況ではありますよね、はい、でそのバイデン大統領が 7兆円余りに上るこのフランスの国益を犠牲にしてまでもアメリカ、イギリス、オーストラリア3カ国のこの安全保障協力を優先した狙いですよね、まあ、ちょっと今言い方、変だったかもしれませんが、まあ、そのフランスが全然作らないと、姿形もないじゃないのと、5年も経ってんのにっていうのがある。一方でそのアメリカ、イギリス、オーストラリアのこの安全保障協力っていうのが出てきたってことなんですか、はいはいはい、だから、フランスしても反発したのは、はい、この3カ国枠組みが、はい、
伝えられたのが1時間かなんかに言われてるんですよ、はい、だから破棄するよりもこっちの話なんですよ、なんで俺たちも入れてくれないのかもあるんだと思いますよ、はいはい、でマクロン大統領としてはですね、はい、でそれと別にアメリカはそれこそあの対テロ戦から大国間競争に変えるというのがこの前 のアフガン撤退ですよね、だからそれの一つの大きな枠組みをもう一回作るというのに固執してるんですよ、はい、ここにこだわってるんですか。そうですそうです、でよく見ていただいて分かるんですけど、はい、これ先ほどおっしゃったように、その本当は潜水艦なんて話はちっちゃい、その中の一部であって、メインじゃないんですよ、はい、はい、面白いからみんなそこマスコミがわーっと取り上げたんですけど、そっちじゃないんですよ。本体はこの3カ国のということなんですね、の 技術開発協力なんですよ、これは、はい、量子暗号、はい、サイバーセキュリティ AI ですよ。そこなんですか。そこなんですよ。これを軍事的に一緒に開発してくれという関係なんですよ、そっちなんですよ、それはハイレベルなところですもんね。そうです。でましてやそのそんじょそこらの国は入れられない。そうです。秘密の塊の世界だから。そうですね。だから先のクワッドのサイバーとはレベルが違うんですよ、はい、4カ国とは4カ国とは、はい、あれは経済的なものだけど、はいはいはい、だから民間の企業に対してどうぐらいだけど、これ軍事のレベルでどうサイバーセキュリティするかとか、はい、AI をどう駆使するかとか、もっと大きいのはやっぱり量子暗号なんですね、こういったものを一緒に開発しようじゃないかということ で特に米この中3カ国ですけど、はい、米ではさらに核ミサイルとかを一緒にさらにやろうって言ってるんですよ、そういう枠だからこれ。あ、そうなんですか、はい、全然違うんですよ、あ、だったらそこまでやるんだったらフランスはフランスで、はい、俺も入れてよなんですよ本当は、はい、入れてくれないの、だけど、ファイブアイズに入ってないから、はやっぱファイブアイズの強みなんですね。やっぱりファイブアイズなんですか。そうです、そうです、となるとやはり気になるのは日本ですよね、はい、日本はまあファイブアイズに入ってないです。ないです。で、まあ、入れたらいいなっていうふうに思ってますよね、はい、となるとこの今回のオーカスにも、入れてくれる可能性っていうのは、軍事的にそういった技術開発をするかというと、日本はっていうでしょ、はもう入れないですよ。あ、なるほど、はい、視野に入ってないんですよね。そうなんですね、はい、君たちにちょ壁あるでしょうと、壁あるんですよ、いうところなんですね、はい、国内でちゃんと整理できてないでしょ、はい、学術会議反対するんでしょ、いらないですよ。はあ、本来だったらそこがしっかりしてれば、まあ、アメリカだって仲間が増えた方がいいわけですよね。で、日本こそ入ってほしいんですよ本当は。ああ、むしろ、はいはい、秘密だなんだ守れれば。そうですね、はい、あとこの国内のちゃんと、そもそものレベル高いわけだから、はい、だから本当は入ってほしいんでしょうけど、残念ながらそういう国の名じゃないでしょと、だこれから21世紀の脅威に対処する能力を最新に向上させるって言ってるじゃないですか、はい、バイデン大統領が。これそのままなんですよ。だその中のワノブゼムが原子力潜水艦の技術も渡しますって言ったんであって、これ実際に来るのはあれですよ、2040年とかですから。あ、そうなんですね。そうですよ、かなり先だな。そうですよ、だって今のオーストラリアで作れませんから、はい、だって普通の、ね、4000トンクラスの潜水艦だって作れないんですよ、はい、だから泣きついてきたんだから、もう伊藤さんにね。いやいや、私じゃないです、私も含めてみんなに。あ、そうかそうか、まあ、いや、そうか、個人じゃなくて、はいはいはい、伊藤さん通じてということですね、はいはい、正確に言えばね、そんなレベルなんですよ、はい、だからそこではだからそこに協力すると言ったんだけど、これからなんですよ。そうなんですね、はい、シンボリックなものであって、だからオーストラリアの報道を見ると、そこ冷静に書いてますよ。あくまでも潜水艦の話は原潜の話はシンボリックで、はい、それよりも今言った4つの AI とかですね、そちらのことがメインなんだって書いて、ちゃんと書いてますよ。となると、まあ、今日本の話題も出ました、フランスも入れてほしいというようなね、まあ、おそらくそういう立場なんでしょう。日本これどうすればいいんですか。だ日本は本当はだからこういうのに入れるように、特に研究開発ってですね、軍事に関する、これがあまりにこう学術界が逃げるじゃないですか、はい、でこれを変えない限り一生この枠組みに入れないんですよ。ああ、そうですか、はい、まあ、それは情報が漏洩してしまう。漏洩もそうですし、そもそも腰が砕けてるでしょってことだから、そんな国と一緒になって本気の議論ができないじゃないですか、だからそこだと思いますよね。さもされながら昔そのミサイル防衛では日米共同で開発しましたよね、ああいうこともできるんだから、本当はやれるとこは一緒にやればいいんだと本当は思いますけどね、改めてですけれども、そうするとその日本は、ま、アメリカとの協力体制というのはもちろん維持はもちろんしてきますけれども、はいはい、こうやった最先端のものに関してですね、
出遅れる可能性ありますよね、軍事に関して、ね、軍事に関してはですね、はい、だからまあ日本政府もそこは分かってるんで、まずはクワッドという枠で、民を中心としたところで協力体制に積極的に入っていって、はい、まあ、そこから今や中国もそうですけど、軍民は一体的なところがあるんで、そこから派生していけばいいんじゃないかという、そういう考えをしてるんですね、はいはい、国内でそこを、軍のものもやろうって言ったらまた揉めるだけでしょ、はい、そうですね、今だと思いますけどね、これゆくゆくはそういうこの障壁は取っ払っていきたいのは政府の立場ではあるんですかね、はいはいはい、そうです、でっていうことですよね、そうです、そうです、でがっちり情報も、まあ、研究も含めて、はい、して協力し合って本来ですね、で、まあ、対抗していくものには対抗していくという立場がベストなんでしょうけどね、はい、原子力潜水艦なんて私も本当東大卒業して40年前ですね、はい、最初は絶対俺も原潜の艦長になると思ってましたからね、あまあ夢でしたけど、そうですね、だから本来持つべきなんですよ、別に憲法と関係ないですから、はい、核兵器じゃないですか、ね、そうですよね、あれは、はい、だって原子力、まあ、発電してるわけですからね、発電所を後ろに持っているようで、エネルギー、はい、要するに蒸気タービン無人蔵発生器ですから、はい、はい、それに他ならないんですよ、これ抑止力としては大きいですよね、原子力も要するに あれですよ、燃料の充電とか電池の充電考えないで作戦で考えられるわけですよ、はい、マジ本当こういう船だったら俺だってもっと働けるんだなと思いましたよ、そうなんですね、はい、半分以上で充電のこと考えますから、はあ、そうかそうか、長が充電しなきゃったら困っちゃうわけですからね、スノーキの船って感じでしょ、ね、はあ、そうなんですね、もう作戦に集中できるわけですよ、はあ、こんな素晴らしいの、じゃあ日本も原子力潜水艦というのは本来だったら持つべき、だから持つっていうのが昔、はい、失敗したじゃないですか、ありましたね、あれが失敗してなければ、当然のように持ってたんです、そうなんですね、だって大学に学部がありましたからね、原子力推進機学科っていうのがあったんですね、今もうなくなっちゃったんですか、ああ防衛大学、いやいや、じゃあ一般大に、あ一般大に、あそうなんですね、はい、そういう流れがあったんですね、はい、時刻8時36分です、文化放送おはようテラちゃん、時刻8時38分です、今朝のコメンテーターは金沢工業大学虎ノ門大学院教授伊藤俊幸さんです。中国政府が結婚の時の高額な贈答品、結婚式の古い慣習の是正策を推進しています。主に金銭面での負担、これを軽くすることで年々低下する婚姻率を回復させ、少子化を食い止める狙いがあります。中国政府、河北省、山西省など全部で17の地区を結婚の慣習を是正する3年間の実験区として指定しました。中国の国営通信によると、中国では婚約者への贈答品が高額なほど敬意を示すことができると考える人が多いとして、悪い慣習がルールになり結婚の妨げになっていると、こういうふうに指摘しています。まあ、結納金だけで日本円で340万円を超えることもあって、特に農村地域で家庭の負担になっているといいます。まあ、そのためにこうやって政府が指導していくと、まあ、実験ではあるんですけども、こんなことあるんですね。だから今の習近平思想の徹底ってやつでしょ、はい、そうです。なんかもう一回転あれが始まりそうですよね、毛沢東のどこにでも手突っ込んでるってことですよねちょっとマイクロマネジメント、ね、すぎですよね。本当そうですね。大丈夫かなと。だってダメだったらだんだん変わっていくでしょ、このご時世ですから、うん、ちょっと共産党うるさすぎって感じですね。そうですね、あまりにもうるさいですね。どこにでもこうね、何か、でもかんでも、そうです、真面目に生きろって言ってるんですね。いいじゃん自分のなんだしっていうところがなんかだんだん狭まってきて、これむしろ逆効果なんじゃないですか。あ、俺も心配ですよ。そうです、ね、今にこれ反乱を起きますよ。ですよね。はい、今朝のコメンテーター、元海上自衛隊海将で金沢工業大学虎ノ門大学院教授伊藤俊幸さんでした。伊藤さん、ありがとうございました。ありがとうございました。